放送でお伝えしています。続いての話題は相模原市からです。27日日曜日、相模原市立産業会館でオリンピック出場経験もある高飛び込みの酒井選手などを迎え、アンチドーピング講座市民公開シンポジウムが行われました。このイベントは相模原市薬剤師協会が主催し、東京オリンピックを控え盛り上がるスポーツ界でのアンチドーピング精神の大切さを伝えるために企画されました。第1部に行われたのは高飛び込みリオオリンピック日本代表であり相模原市出身の酒井翔選手の講演。高飛び込みの技の種類やルールの説明、そして酒井選手のこれまでの競技人生での挫折やオリンピックでの貴重な経験も語られました。飛び込み競技を知っていてもこう見たことがない、やったことがないっていう方が多いと思うので、そういう方に、ね、やっていただきたいという気持ちになってもらえればいいし、まあ、フェアプレーで勝つっていうことの大切さを、まあ、今日分かっていただければいいと思います。第2部は酒井選手に加え、スケートボードアジア大会メダリストの伊佐佳也選手、車椅子バスケットボールの熊谷雅人選手、スポーツトレーナーの浅葉純平さん、スポーツファーマシストの今井義則さんがパネルディスカッションを行いました。日本は国際的に見るとドーピングの件数は少ないですが、知らぬ間に違反を犯してしまううっかりドーピングが多く発生しているとのこと。薬やサプリなど誰でも手軽に手に入る今、プロ選手だけでなく子どもたちにも知識を与える教育をしていくことがうっかりドーピングをなくすために必要なことだと薬剤師でもある今井さんが説明。そんな日本のドーピング事情に会場に訪れた方だけでなく選手の皆さんも興味津々の様子でした。ネットで買うよりやっぱり目で見て買う、でやっぱ信頼できるものを買う、で、まあ、分からないのに手を出さない、分かる人にちゃんと聞いてから手を出すっていう方がやっぱり安心ですね。その他にもそれぞれの競技の魅力や大変なところ、選手の趣味やオフの日の過ごし方などの裏話も飛び出し、大盛況の中イベントは幕を閉じました。